毛利庭園標中毛利海守屋敷跡は、東京都港区六本木六丁目にある史跡。長戸調布藩をもだった毛利綱元の麻布上屋敷の跡地である。現在は六本木ヒルズ内の毛利庭園となっており、氷坦池の傍らに跡地である旨を示す標中が建てられている。慶安三年に初代調布藩主、毛利秀元に海守となっていたが、上屋敷として設けた。 津本が、長布藩主であった、元禄十五年、阿公事件が起こり、平吉中邸に打ち入った厚老士の岡島、安江門ら十人がお預けになり、幕府の沙汰を待った。元禄十六年二月四日、同屋敷で切腹した。教法三年三月、第五代藩主であった、毛利元則が亡くなったために、長布藩は一時無津ぐ断絶となるも、同年4月に、 新末藩主の毛利忠弘博による、長布藩名跡相続により再興された。慣営2年、後に陸軍大将となる乃木稀介が藩邸の侍屋敷で生まれ、幼年期を過ごした。幕末には、金門の変や長州征伐に対する幕府からの、仕置きとして、長州藩、新末藩、徳山藩と共に、江戸藩邸を没収された。明治20年、 増島六一郎が取得して、自定都市、庭園を、吉寺園と名付ける。大正8年4月、乃木大将誕生地、として、旧跡に指定される。昭和18年3月、毛利海守屋敷跡として、旧跡に指定される。昭和27年、日華ウイスキーが買収、同社東京工場となる。その後は、東映が買収し、撮影所として所有され。 昭和52年、テレビ朝日が、東映から譲り受けて、同社の敷地となると同時に、東映は、テレビ朝日の筆頭株主となる。再開発により建設された、六本木ヒルズが、平成15年4月にオープン、デベロッパーの、森と、毛利の語が良いとして、同ビルの日本庭園が、毛利庭園と名付けられる。岡島安井門吉田沢江門竹林正七倉橋。 伝助村松騎兵杉の十平次勝つた新左衛門、前原伊助用の寺光栄門馬、新六四十六氏がお預けとなった四藩の藩邸は、いずれも今日の東京と港区にある。細川の水の流れは清けれど、ただ大会の起きに濁れると当時の強化が残る。盲都市江文庫、調布毛利十四代木など毛利氏を治むは、江戸城の松の廊下にて乱心した、水野忠常から人情を受け、 死を覚むは、キラヨシナカに習い刀を抜かずに多用している。ありがとうございます。